こいつがノームか。ウンディーネとボルトが相対関係だったんだから、ノームの場合はイフリートを同時に目覚めさせればマナの流れを分断できるのか。シルフです。もう何度教えれば覚えてくれるのかしら。シルバラントの学力レベルは底辺に合わせているのだな。まあな。ロイドさん、それ褒められていません。じゃあやるよ。お前召喚士だな。俺はミトスと契約しちゃってるぞ。またミトスの名前が出たね。ミトスってすごいんだね。我はシーナ。ノームがミトスとの契約を破棄し、我と契約することを望む。お前、堅苦しい喋り方するな。だってこういう風にしろって習ったんだよ。まあいいや。じゃあちょっと揉んでやるからよ。かかってこい。大地の力を思い知れ。ロックブレイク。せないよ。ケアラスラスト。それじゃダメだね。お前ら汚ねえな。4人がかりでボコにしやがって。ミトスは1人だったのによ。まあいいや、誓いを立てやがれ。なんかやりにくいね。2つの世界がお互いを犠牲にしなくてもいい世界を作るために、あんたの力を貸しとくれ。うん、まあいいや。俺の力、姉ちゃんたちに貸してやる。あとはシルフと契約すれば、また一つマナの流れを分断できるな。次はどうしますか。確かフラノールの近くに氷の精霊セルシウスがいると聞いたことがあるが。よし、探してみるか。ノームって可愛いね。そうか。だって頭のリボンがぐる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 回るんだよ。リボンだったらブレセアだって可愛いよ。私のリボンは回りません。あれブレセア、待ってよ。っていうかノームのあれはリボンじゃないだろ。
すげえ雪だよ。おお冷てえ。ライダーほらつららがあるよ。おお本当だ、でっけえ。なんでそんなに元気なんだよ。まったくだ、早く精霊と契約してここを立ち去りたいな。ほんと年を取ると暑いのや寒いのがダメになるらしいな。俺様全然平気だぜ。失礼だね、私はまだ19歳だよ。言い返す気力も出ぬ。寒くない、寒くないわよ。寒い、凍えそうだよ。シーナが暑い寒いで文句言うの珍しいね。私は暑いのは好きだけど寒いのはもう全然ダメなんだよ。もっと暖かい格好すればいいのに。あんたこそ見てるだけで寒い格好してるじゃない。僕はもうなんか慣れちゃった。子供は風の子だね。契約の資格を持つ者、我が名はセルシウス。かつての勇者ミトスと契約する者。セルシウスがミトスとの契約を破棄し我と契約することを望む。私と面白い。お前が私を扱えるのか試し。その力、私の前に示してみろ。魔術受けてみろ。フリーズランサー。ハッピカリーボトン。ハッシュオッドクサ。受けてみろ。フリーズランサー。ハッシュセンコモ。受けてみな。アクリキッチ。アクリキッチ。ハッピカリー。助けなす。ハッピカリー。ハッピカリー。シシセンコ。受けてみな。ファーストエイド。完全に私の負けだ。相手が悪かったな。見事だ。私の霊気もお前たちの前では南風のようなものか。さあ誓いを立てよ。私を刺激できるような誓いを。二つの世界がお互いを犠牲にしなくてもいい世界を作るためにセルシウスの力を貸してほしい。承知した。私の力見事使いこなしてみせよ。イフリートと契約すればマナの流れを分断できるぞ。よし、次の精霊も頼むぞシーナ。はいよ。セルシウス様、クールビューティー。あなたって相手が女性の形さえしていれば何でもいいのね。ああ、こいつは歩く猥褻物だからね。どういう意味だよ。文字通りだよ。ん、待てよ。そうか、俺様が男の色気を放っているって言いたいんだな。何が色気だい、この隙間。あ、いや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 、そんなそんなそんな。先生、隙間ってなんだ、食えるのか。食べられないと思うけど。隙間、たくさんの女の人をもてあそぶ不誠実な男性のこと。なんだ、ゼロスのことか。そう言われると面白くないな。
何が起きたんだ。見て、ロイド、あれ。危ない。どうした？大丈夫か？早く逃げよう。一体何があったんだ。よくわかりません。突然雷が落ちてきて、天使様が村を襲ってきたんです。天使ですって？羽が生えてました。羽が生えているのは天使様なんですよね。クソ、クルシスか。クルシス、村を滅ぼしたのは天使なんですね。クルシア、大丈夫か？大丈夫です。でもこの釈然としない苛立ち、これが怒り。しかしよく無事だったな。生き残りはお前だけなのか？名前は？僕はミトスと言います。村の外れに一人で暮らしてたから。英雄ミトスの名前だ。あれ、もしかしたら君ハーフエルフじゃないの？僕は違う。安心なさい、わかるでしょ。あなたも私たちと同じ血が流れているのなら。あなたたちもハーフエルフですか？でも人間と一緒にいるじゃないですか。大丈夫だよ、私たちみんな二人の友達だから。人間がハーフエルフと友達？嘘でしょ。嘘じゃないよ、僕と姉さんはこの人たちの仲間なんだ。安心なさい。でも無理もなかろう。このオゼットはハーフエルフ蔑視の激しい村と聞く。この村に隠れ住んでいたのなら辛い思いをしただろう。これはどうしたことだ。あんたは確かアルテスタさんだったな。どうしてここに？裁きの雷がこの村めがけて落ちたのを見て。しかしこれは一体？クルシスの天使たちの仕業です。プレセア、正気に帰っているのか？なんということだ。これは実験の失敗の見せしめなのか？どういうことだい、見せしめって。なんでもない、なんでもないんじゃ。待てよ。マスターは自分のせいでオゼットが破壊されたと思っているのです。アルテスタさんはオゼットと関係があるんですか？はい、すみません、マスターが心配です。私追いかけます。そうだな、ミトス、お前も一緒に来た方がいい。でも僕はハーフエルフで。そんなの関係ないだろう。それにここに残ってまた天使が来たらどうするんだ。そうだよ、一緒に行こう。私の村が、私にはもう帰る場所がないんですね。元気出してよって言っても無理だよね。でも僕も帰る場所がないんだ。ロイドと一緒に村を追い出されたからね。そうなんですか？うん、だから
僕もプレセアの気持ちが少しわかるよ。でもね、この世界をどうにかすれば新しい土地が僕らを待ってくれている、そんな気がするんだ。そうですね、世界は広いですから。ジーニアスは小さいのに偉いです。何言ってんだよ、プレセアの方が小さいじゃない。そうでした。どうしたのみんな。いや、ジーニアスの剣玉で遊んでたんだけど、これが難しくて。僕にも貸してくれるかな。もちろん。はい、ありがとう。それ。わあ、ミトス上手だね。もしかして剣玉ってハーフエルフの作った遊びなんじゃねえの？私もやってみていいかな。いいよ。せーの、それ。はい。だ。ああ。やべ、また先生に当たっちまう。危ない。あれ、剣玉が方向を変えてゼロスに落ちちゃった。あ、いた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 。なんで剣玉が降ってくんだよ。不思議だね。コレットの力のせいかな。不思議なこともあるんだね。でもリフィルさんに怪我がなくてよかったよ。俺様はいいのかよ。ミトスって一人で暮らしてたんだよね。そうだよ。お父さんとかお母さんは？二人とももう死んじゃったから。僕も同じ。そうなの？なんだか似てるね、僕たち。うん、そうだね。仲良くなれそうだよね。仲良く？本当？うん、友達になろうね。ありがとう。